古淵駅は神奈川県相模原市南区小淵2丁目にある東日本旅客鉄道横浜線の駅である。駅番号は JH24。東神奈川駅発着系統と横浜駅経由で根岸線に直通する列車が停車する。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。線路は掘割りを走っており、ホームは地平より低いところにある。そのため、 ホームの上空に設けられた、京上駅舎は、出口と地平とが、同じ高さとなっている。町田駅管理の JR 東日本、ステーションサービスによる、業務委託駅。改札口及び出口は1カ所のみ。2007年春頃に、電光掲示板が設置された。2020年度の1日平均乗車人員は17,697人で、ある。利用者は、 相模原市民が大半を占めるが、町田市との支境が近いため、町田市からも利用者が多い。近年の1日平均乗車人員は、下表の通りである。商業施設を中心に、住宅街が広がっている。駅前を北方向への一方通行の道路が通り、その駅前の部分に、写真の通りバス停留所、古口駅がある。駅周辺を南方向に進む際には、 平行する古ぶなつつばき通りを通るため、ふ二22系統用に、駅の北側を平行する道に校舎専用の古ぶ駅北停留所が存在する。駅前の道路と古ぶなつつばき通りの間には、駅前の道路と接する南方向への一方通行があり、駅前ロータリーを形成している。バス停留所、古ぶ駅を発着する路線バスは、神奈川中央交通、 神奈川中央交通東により運行されているものである。ありがとうございます。